皆さん、OK を、ご機今回ちょっと一人語りということで、まあ、ちょっと話していきます。で、IT 払いと、ポイント払いっていうものがあるじゃないですか。もちろんそれを知っていて、まあ、使いこなしてる人からしたら、まあ、この動画、まあ、そんなわかってるよとか当たり前だよって感じだけど、でもそれをわかんない人も、たくさん世の中にいると思うんですよね。で、もちろんそれを使いこなしてる人も、それがわかるまでは、当たり前のように最初わかんないわけで、まあ、それ <laughs>、大切だ。 引き算と一緒でね、最初分かんなくて、教わったりとか、なんか見て、あ、こういうことか、ね、調べて、触って、分かるわけじゃないですか。で、それが、あの、できる人、できない人の線引きで、できない人は、ちょっと今の時代、やばいよねって僕は思うんですよね。別にバカにするつもりはないですよ。でも、あの、できない人、全く、なんか、ちんぷんかな人とか、あと面倒くさいからノータッチの人って、めちゃくちゃ多いと思うんですよ。で、実はと、 僕も、あの、ID 払いと、そのポイント払いみたいなものを、最近、仕組みをすべて理解しました。ほんと最近なんですよね。だからそれまで、あの、PayPay とか、あの、ID 払いとか、いろいろあるじゃないですか。あの、ポイント払いとか。まあそういうものが合うっていうことは知っていたんだけど、その仕組みが全く、あの、わかんなかったし、むしろノータッチで自分には関係ないものだと思ってました。D ポイント支払いとか。まあ一番最初に来たのが、あれだよね、ツタヤの T ポイントをなんか、食べますかとか。 レジでよく言われるじゃないですか。ファミマとかで最近言われなくなったかなで、あ、ポイントね、スタイアのポイントでたまるんだな。でもあんな俺、ね、ノータッチで聞かれること自体がうざかったし、ポイントとかもいいからって思ってたら、だんだん ID 払いとか、D ポイント払いとか、そういうのが結構流行ってきて、あのレジ行くとさ、例えばメルカリのマーク、ペイペイ払いのマークとか、ね、ID の払いのマーク、まあいいよっていう意味で貼ってあるじゃないですか。でもまあ、 本当にちょっと前まで自分はノータッチで、まあ、支払いは、あの、パス s か、Suica、まあ、か、あれ、普通のクレカ JCB のみでした。でもやっぱ、その、こんだけのポイント文化っていうか、あの、マイナンバーを作ったら、ね、あの、ポイントがもらえるよっていう感じで、もうポイントは避けて通れないものになりましたね。もちろん <laughs>、避けて通ってもいいんだけど、まあ、損をするっていう話になりますよね。だからスマホを持ってないと一緒で、もうなきゃまずいよね。知らなきゃまずいよね。 活用しなきゃまずいよねって感じで,で、その仕組みを理解しなきゃダメじゃないですか。でも、本当に僕はあの、一月前ぐらいは全くわかんなかったんですけど、今の僕は、もうほぼほぼ完璧にわかりました。でもそこに至るまでの、あの、プロセスっていうのは結構自分で調べたし、あの、これはすごいね、YouTube やってよかったことなんだけど、YouTube で発生された人間関係の人から、 ねほりほり聞いて、もう食らいつくように聞いて、電話でね、あの、わかりました。まあ、その人は、楽天10年ぐらいのヘビーユーザーで、あの、最初は楽天しか通販なかったんだよね。その後にアマゾンができて、で、その人はその、楽天の通販を使っていたから、あの、楽天をずっと愛用していて、で、その後に楽天の、あの、携帯、モバイルができたのも結構最近、といえば最近なんですって、まあ、2、3年前。で、それに、あの、 当然さ、楽天をヘビーユーザーだったら、それにさ、使えば、あの、ポイントとか、ね、今、可能性がもらえるよとか、キャンペーンあったんだろうね。それで使ってるわけじゃないですか。でも実際、その、僕もまあ、ちょっと使ったんだけど、楽天モバイルは電波が悪いし、いまいちね、なんか、不備があるんだよね。例えば、わかんなくなった時に、チャット、 のオペレータータにつ、ね、ないで聞くと電話で聞くっていう2パターンあるんだけどどっちもねなかなか繋がらないしそつなぐまでも結構めんどくさかったりとかするしなんか繋いでも切れちゃったりとかするしいまいちなんだよね、うん、なんか、うん、隙があるみたいな <laughs> でまあ、その彼が言うには楽天やっぱそういうもんだって言うんですよねその 通信に関しては、だからドコモとかと比べるとやっぱ劣る。まあそうだよね。安いもんね。でもやっぱポイントがやっぱ、そのすごい便利、でかいっていうんですよね。まあポイントで、その通信面とか、そのオペレーターとか、対応とか、その電波そのものが弱い分、ポイントでなんか、俺ら得するようにできてるんだってことで、まあそれが楽天の性質なんだろうね。俺もそれは思うよ、本当に。で、要はさ、まあ、メルカリ教室とかも、 結構、あ、見ませんなんか街歩いてて。ってぐらいで、まあメルカリなんて別に教室もクソもねえだろって、まあ俺らは思うけど、まあ僕は思うけどね、自分でやっちゃえばいいじゃんって。でも、わかんねえよな。歳いってる人とか、まあ、それこそイトヨガドでさ、買い物してるさ、もうパッと見のおばちゃんとかおっちゃんわかんないよね。だからまあ、うん、教室があるんだよね。って人は、要はさ、あの、ポイントも、とか ID とかもわかってない人、たくさんいると思うんだよね。 絶対いるで,しょで,でもさ、その ID とそのポイントの仕組みっていうのをやっぱちゃんと知っておくべきだよね。で、僕が思うにその ID とそのポイントの仕組みをあの、まあ、理解するには一つの,そのアプリ一つの会社だけをちゃんと使えば、まあ、できるよねって思うんだよね。あのそれさえ分かれば違う会社も全く同じことをしているじゃないですか。ただちょっと名前とかが違うだけで。 ってことですよね。だから、例えば楽天だったら、まあ、楽天ポイントってものがあるじゃないですか。まあ、何らかの形でね、ポイントってあの自分が貯まるわけじゃないですか,、まあ、か。買えば貯まるし、楽天の何かを契約したらもらえるとか、で、ポイント持ってますってなるじゃないですか。で、ポイントを使うってことができますよね。で、これポイントだけだったら、あのまあ、そんなには難しくないと思うんだけど、さらにその横っちょに楽天ペイってあるじゃないですか。で、ここでね、第一関門ですよね。 ポイントとペイどう違うので、ペイっていうものは、もうほぼほぼ ID に近いのね、楽天 ID みたいな感じだと思うんですよね。で、ポイントをそのペイにすることはできないんだけど、あの、要は楽天の中でキャッシュでその、ペイを買うわけじゃないですか。で、そのペイで支払うことができるってことで、で、それが、まあ、この、ペイ、ポイント、支払いを理解するってことだと思うんだよね。それをなんだろう。 ま確かに複雑でややこしいけど、一つのことだけ分かっていれば、次メルカリに行った場合に、まあ、何かを売ります。で、メルカリポイントが1万円あったとするじゃないですか。それをあの現金に変えることが、まあ、できるじゃないですか。メルカリはまあそういった意味でちょっと便利すぎちゃうんだけど、でもその中でメルカリの中でもメルカリペイとメルカリ ID ってできるじゃないですか。要はこの ID がさっき言ったあの楽天のペイと僕は近いかなと思うんだよね。で、メルカリのその ポイントで買うっていうのは、その、要はさ、メルカリのマークがついてるレジのところでポイント使えるわけじゃないですか。で、こっちの ID になるとさ、あの、メルカリのマークなんてなくても、ID 払いができるってところで、あの、使えるわけじゃないですか。で、メルカリの,あの持っている、例えば1万円っていうのは、1万円なわけじゃないですか。まあ、お金にできるもの。だから、その、メルカリポイントとしても払えるし、あの、ID としていけるわけじゃないですか。 で、メルカリポイントだと限られちゃいますよね、使えるところが。でも、ID は、あの、全部の ID、統一されてるから、あの、いけるわけで。で、要は、その、メルカリの、その、1万円っていうのが、キャッシュみたいなもんじゃないですか。だから、この、ID になるわけで。で、どこでも好きな ID 使えるわけで。で、メルカリとしたら、その、メルカリの方を使ってほしいんだよね。メルカリのマークがついてるメルカリポイントで、ね、払ってほしいわけで。ID で使っちゃうとさ、 あの俺らは便利なんだけどメリカリとしてみたら多分審判会社に取られるんだよねだから ID でも使う分にはあの ID を使ったからといって俺らには負担かかんないわけじゃないですかってことなんだよねだから楽天の場合はあの楽天ポイントと楽天ペイがあってで楽天の場合はさあの お金を持ってないじゃん。あの、ポイントだとしたら。だから楽天、キャッシュで、キャッシュでお金を払って、お金に相当するものが、この、ペイになって、ペイで払えるってことで。あと、まあさ、楽天の加盟店なんかは、ね、あの、楽天、ペイで払えるんだけど、その分さ、あの、純粋な ID で払えないじゃないですか。ってことは、その、加盟店ゆえに、その、ID と、その、メルカリ、 じゃいや、楽天ペイがぶつかっちゃってるんだよね。ああ、こういうことなのかって、まあ、わかりました。でも、本当にそれ、ややこしいけど、わかっちゃえば簡単だよねって。確定申告みたいなもんだよね。で、これっていうのはさ、もう、わ、うん、かんなきゃ、うん、すごい損するから、まあ、僕は、なんとか食らいついてわかったし、その、ペイペイが、まあ、こういう会社のもとで発行されているとか、D ポイントはこうだとか。で、これを、あの、知らない人は、あの、動画でね、その、これ見て、 わかんねえよ。俺ほど知らない人は、わかってください。うん。そのためには、まあ、メルカリ、もしやってるならば、メルカリの、その、支払いで、ID とメルカリポイントの払いをやってれば、あの、他の部分でも共通して当てはまるから、宿命一緒だよってことです。まあ、そうやってね、なんか、この時代に追いつかないと、マジでさ、あの、まずいよねって思うんだよね。石橋隆明とかもさ、もう、 タカチャンネルに言ってたんだけど、もうガラケーだって、レイクスマホこんなんやったことないって言って、でもマッコイがいろいろ話してさ、今で、ね、は石橋の口から TikTok とか出てくるってい、覚えたじゃないですか、タカさんみたいな感じで。まあ、あの人なんか金があって周りにやってくれる人いるけど、ね、我々はその自分でやんなきゃ、ね、学んでやんなきゃいけないよねってお話でした。どうもありがとうございました。